続きましてエネルギー問題についてお話をさせていただきたいと思います。このエネルギー問題、日本では自給の燃料でもってエネルギーを生産するのは約 4% であると言われております。ですからこの 4% のエネルギー、これを止めてしまえばもう日本は立ち行かなくなってくる、そうしたことが言えます。ですので今早急に原子力発電をすべて止めてしまうというのは日本の国にとって大変な危機的な状況を表します。今でも原発を止めまして新しい燃料コストが3兆円、日本全国で3兆円余計にかかっております。北海道でも2000億、これがすべて道民の皆様の2000億という富が海外に流出しているという状況でございます。これは大変な北海道産業にとっても大きな負荷をかけております。私航空実験棟森山芳則は安全性の確認された泊原発の再稼働を一日も早く実施いたしまして電気料金の値上げをなくしていくこと、そして道民の皆様にこれ以上のご負担をかけないこと、そしてまた企業者商店主様にこれ以上の生産コストをかけて北海道の産業をダメにしてしまう、こうしたことを防いでいかなければいけないと考えております。雇用をなくしていくということは大変な大きなマイナスでございます。今でも若い方は北海道で暮らしたいと言っているのに、ここ北海道で雇用先がないために道外に行って就職するということが起きております。本当に若い人からも何とかなりませんかというお声を聞いております。ですから私航空実験棟森山芳則はこの電気料金の値上げをなくすべく泊原発の再稼働を訴えまして北海道の雇用を確保して若い方がこの北海道でも安心して暮らせるようなそうした北海道を作ってまいりたいと考えております。そして昨年来節電が大きく叫ばれておりますが熱中症、そのせいで熱中症で亡くなったご高齢の方、お年寄りの方は何百人とおられます。本当にこうしたことを総合的に考えて全部いきなり原発を止めてしまうということは全くもって日本に対して大きなマイナスを生じてしまいます。この北海道にとっても大きなマイナスを生じてしまうと考えております。ですので航空実験棟森山芳則は安全性の確認された泊原発の再稼働を一日も早く実施いたしまして電気料金の値上げをなくし道民の皆様の生活、雇用、産業を守ってまいりたいと強く訴える次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。